皆さん、こんにちは。今回は、年齢を重ねてもかっこよく、そして大人の色気がある俳優の舘ひろしさん、人気ドラマ「危ないデカ」シリーズでも有名です。そんな舘ひろしさんですが、カツラ疑惑や愛人関係の話題が浮上しているようです。そこで今回は、舘ひろしさんのカツラ疑惑の真相について検証しまとめました。現在も若い頃と変わらず、かっこいい舘ひろしさんですが、なんとカツラ疑惑が浮上しているようです。しかしカツラ疑惑が浮上するということは、髪型に何かしらの変化があったからこそではないでしょうか。デビュー当時の舘ひろしさんの髪型ですが、デビュー当時だけあり、とても若く、髪も黒くてふさふさです。1980年代の舘ひろしさん髪型は、デビュー当時と特段、変化がないように見えます。1996年公開の映画「危ないデカリターンズ」に出演していた際の舘ひろしさんの髪型も特に髪型に変化は見受けられません。2007年テレビドラマ「パパと娘の7日間」に出演していた際の舘ひろしさんや2018年6月映画「終わった人」の舞台挨拶に登壇した舘ひろしさんの髪型も若い頃と比べると白髪が目立ちますが、それ以外は特に変わったようには見えません。舘ひろしさんの髪型の変化をお伝えしてきましたが、いかがですか？こうしてみると、舘ひろしさんの髪型は20年以上、ほぼ変わっておらず、常に髪型が決まっています。そして若い頃から現在まで変わらず、ふさふさです。このように20年以上も髪型が変わっていないことから、カツラなのでは？という、疑惑が浮上したと言われています。しかし、年齢を重ねたからといって、誰もがハゲたり薄くなるわけではありませんよね。舘ひろしさんのカツラ疑惑は、東京フレンドパークの企画内での事故が原因ではとも言われています。しかし実際は舘ひろしさんではなく、同じ石原プロモーション所属の神田正輝さんと間違って、噂が流れたとも言われているようです。東京フレンドパークに、出演した神田正輝さんが、ジャンプをした際にカツラが外れてしまい、収録が一時中断したという噂があり、間違った情報が流れたと言われています。神田正輝さんと間違われて、カツラ疑惑が浮上したと言われている舘ひろしさんですが、実際はカツラではなく増毛や植毛では、という噂もあるようです。今では増毛や植毛をしている方も、たくさんいますので、もし仮に舘ひろしさんが、増毛や植毛をしていたとしても、決しておかしなことではありません。逆に、何歳になっても、自身の外見を気にする舘ひろしさんは、素敵ではないでしょうか。ここからは皆さん気になるであろう、愛人関係についてお伝えしていきます。さらば危ないデカの大ヒット御礼舞台挨拶が、東京新宿バルト9で行われ、主演の舘ひろしさんと柴田恭兵さん、村川徹監督が登壇しました。舘さん、柴田さんの「アブデカ」コンビにとってこの日が最後の舞台挨拶だけに、普段はダンディ&セクシーな2人もしんみりモード。舘さんがこの作品で柴田恭兵という俳優に出会えて刺激を受けたのはもちろん、ファンの皆さんに出会えたのはとても幸せと語れば、柴田さんはシリーズが終わって有事を演じられない以上に、タカと会えないのが寂しい。まあ、舘さんとは会えますけど。と、シリーズ完結に思いを馳せていました。約10年ぶりに制作された劇場版の新作にして、シリーズ最終章にあたる作品ですが、定年退職を5日後に控えたタカ&ユージが、凶悪な中南米マフィアとの戦いに身を投じます。全国公開された本作は現在までに、観客動員60万人を突破しました。前作「まだまだ危ないデカ」の動員・興収を上回るハイペースでヒットを記録しました。歴代6作品の総興収は82億円です。ファイナル作の大ヒットを受けて、シリーズ累計興収100億円突破の可能性も出ており、舘さんは「本当に皆さんのおかげです、ありがとう」と語り、柴田さんは「幅広い世代の皆さんに育てていただいた、と感謝を新たにしました。村川監督は、スタッフを代表し、お礼を申し上げます、と、挨拶していました。
その後、ファンからの質問に答える形で、シリーズ30年間の舞台裏を明かしました。女性ファンから、今までで一番の危ない出来事は?と質問された舘さんは、セリフが4行以上あったことと告白します。一方、柴田さんは、舘さんが現場に女性を連れてきたことがあって、と暴露し、ファンは盛り上がります。当の舘さんはサングラス越しに、照れ笑いを見せていました。舘さんが照れ笑いをさせる女性は、一体誰なのでしょうか。噂では、NHK のテレビ番組、お父さんと一緒で、歌のお姉さんを務めた、竹内夢さんだと言います。現在は舞台を中心に活躍しているそうです。セーラームーンや、僕のヒーローアカデミアなどの、アニメを舞台化したものに多く出演しています。いわゆる、2.5 次元の女優として有名です。また、ポカリスエットの CM への出演や、ミセス・グリーンアップルのミュージックビデオへの出演などもしています。竹内さんは現在、舘さん率いるタチプロという事務所に所属しています。タチプロのホームページを見たところ、舘さんは社長ではないようです。舘さんとは先輩後輩の関係ですね。愛人説は全くのデマです。ベスト・オブ・ダンディの舘さんに、愛人がいなくて一安心です。しかし、こんな黒い噂があります。それは岡田由紀子さんとの関係でした。岡田由紀子さんは枕営業していたといいます。当時はよく芸能界で、仕事をもらいたくて枕営業をしたという噂話を耳にしましたが、本当だったのでしょうか。さらに、サンミュージックでは、当時人気のあった石原軍団に枕営業していた噂があるのです。事実、松田聖子さんは石原軍団の神田正輝さんと結婚しましたが、松田聖子さんの妊娠時期と岡田由紀子さんの自殺、妊娠時期が同じなんです。この松田聖子さんの妊娠と岡田由紀子さんの妊娠には何かつながりでもあるのでしょうか。岡田由紀子さんが松田聖子さんと神田正輝さん夫妻に舘ひろしさんを紹介されたのと岡田由紀子さんの妊娠に何か関係でもあるのでしょうか。サンミュージックの相沢会長が岡田由紀子さんの日記について少し語っていましたが、昔 TBS の朝のワイドショー番組のアシスタントのアルバイトをしていた姉が番組のスタッフから聞いてきた話によると、当時松田聖子さんと神田正輝さん夫妻に舘ひろしさんを紹介されたことがきっかけで、岡田由紀子さんは舘ひろしさんの子供を妊娠してしまい、そのことで悩んで自殺をしてしまったということが事実だそうですが、石原プロとサンミュージックの圧力でマスコミは事実は知っていても報道できなかったそうです。岡田由紀子さんが本当に舘ひろしさんのファンだったとしても、まさか紹介されて妊娠までするなんてことがあり得るのでしょうか。また亡霊が出るとも言われています。もし岡田由紀子さんが舘ひろしさんの子供を妊娠していたことと自殺に何か関係があったのだとしたら、岡田由紀子さんが思いを断ち切れなくて亡霊になって出てきたとしてもおかしくはありませんよね。それとも何か他に伝えたいことでもあったのでしょうか。中森明菜さんのステージに岡田由紀子さんの亡霊が出るということで有名ですが、中森明菜さんのジプシークイーンを YouTube で見ていたら、グレーの布が揺れるドレープですが、その布が岡田由紀子さんの輪郭に変化しました。裏方さんの仕業かと思ったんですが、大きなはっきりした輪郭だったのでこれは違うと、その後動画を見るとグレーの布が揺れているだけなんです。一体あれは何だったのか。赤いドレスにセミロングの動画です。でもなんで岡田由紀子さんの亡霊が中森明菜さんのステージに出るのでしょうか。中森明菜さんと岡田由紀子さんとの間に何か接点でもあったのでしょうか。岡田由紀子さんの妊娠と自殺について中森明菜さんが知っていることでもあるのでしょうか。また他殺説も浮上しています。この殺人説はあくまでも説なので話の内容が信憑性に欠けるかもしれません。これは事務所のお偉いさん A とできてた岡田さんがその関係と妊娠したことで悩んだ挙句、自宅マンションで自殺未遂後に一度事務所へ連れて行かれるわけですが、その際飛び降りたとおぼしき場所にその A が岡田さんを
追い詰め彼女はもうどうにもならないと飛び降りてしまったと。 A にとってはその頃所属した事務所の岡田さんの後輩でもある酒井典子さんに入られ、岡田さんが邪魔な存在になりつつもあったので自殺に見せかけ始末してしまったと。ただ妊娠した岡田由紀子さんが邪魔になって殺されたという話には続きがあるのです。ここに出てくる事務所の A さん、マネージャーの B さん、酒井典子さん、舘ひろしさんの間で見え隠れするヤクザや暴走族の存在って本当なのでしょうか。ここで出てくる事務所の A さんですが、当時岡田由紀子さんのマネージャー B さんが後で同じ部屋で自殺してしまいます。このマネージャー B さんは後の酒井典子さんのマネージャーになるんですが、この殺人事件の全てを知っていたようです。この時歌手見習いの酒井典子さんはデビュー前でした。事務所の人に誰かが引退しないとデビューさせないと言われてました。ところが岡田由紀子さんの自殺で運よくデビューできました。後に押尾学さんの麻薬事件の時に酒井典子さんが逃亡しました。この時の報道で酒井典子さんは家族親戚一同がヤクザだということが分かりました。実は舘ひろしさんは当時暴走族に所属してキャロルの親衛隊でした。まさに関東連合やヤクザなどの暴走族に所属していたと思います。岡田由紀子さんの妊娠と自殺にこれらの人たちが絡んでいたというのでしょうか。岡田由紀子さんの隠された妊娠と自殺について真実を知っているという方から匿名で投書が寄せられました。岡田由紀子さんの妊娠と自殺について語られていることは全て真実なのでしょうか。今日テレビでサンミュージックの創立記念パーティーのニュースを見て岡田由紀子さんのことを思い出し、今私の知っていることを公表しなければいけないと考え、以下の通りお伝えします。 1. 松田聖子は石原軍団複数と親密な関係であった。特に大物 W と親密な関係であった。 2. 岡田さんは石原軍団の看板男優である T の子供を身ごもっていたのは事実です。 3. その当時 T は複数の女性と付き合っており、その中に岡田さんもいた。 4. 岡田さんは T に対しご自身の切実な思いと子供を産むということを伝えた。岡田由紀子さんの妊娠についてのみならず、松田聖子さんの枕営業についても語られていますが、元夫が石原軍団の神田正輝さんなだけに、これがもし事実だとしたら大変なことですよね。これらの内容を信じるか信じないかはあなた次第です。最後に舘ひろしさんと奥さんの間に子供がいない理由についてです。舘ひろしさんと嫁の間に子供がいない理由はあえて作らなかったからと言われています。舘ひろしさんが嫁と子供を作らなかった理由、お互いに尊重して距離を保つ、妻にやりたいことをやらせてあげる、家庭に染まらないように、舘ひろしさんの持論は嫁だからといって共有するばかりが夫婦ではないということですね。夫婦でも別々の人間なので、お互いを尊重し距離を持つ。舘さんの持論は、夫婦は同じ趣味を持たないようにするべき、夫婦の会話は意識的に減らす、なのですが、そういった舘さんが求めている夫婦のベストな距離感を保ってくれているのかもしれません。また舘ひろしさんは嫁に対してもかなり寛容だそうで、妻には家事などやらずにどんどん遊びに出かけてほしいそうです。妻には家事をやらせず家から出て遊びに行くことを勧める。なんと浮気も OK という幸子夫人。夫婦関係について舘さんの知人は言います。これは幸子さんが舘ひろしに対して自由を許しているからこそ、舘ひろしさんも自由でいてほしいと感じるのかもしれませんね。舘ひろしさんと嫁の幸子さんは知り合ってから10年お付き合いして結婚しました。当時舘ひろしさんは36歳、幸子さんが23歳でした。しかし舘ひろしさんはプロポーズをしていません。幸子さんと仲がよく自然と一緒になったそうです。舘ひろしさんが結婚を決めたのは、幸子さんが文句を言わずに自由にさせてくれるから。幸子さんはこういった恋愛の問題には
あまり文句を言わない人なようです。よく、指輪の箱をパカッて開けて、結婚してください。っていうのも、好き嫌いがあるようで、家の中でさらっと、結婚しよ、とか、言われる方が良いという女性も、珍しくありません。幸子さんもそこまでこだわりは、なかったのかもしれませんね。そして、1996年8月に英国で結婚されました。タテさんが46歳、幸子さんが33歳でした。結婚式は英国のガーデンパーティーにしたようです。理由は、舘ひろしさんの祖父が英国好きで、幼少期から英国風の教育が身についていたからだそうです。舘ひろしさんの紳士さは英国教育が原点なのか。結婚式は馬車に乗って登場したようで、これはファンの中でも有名な話だそうです。そして、お子さんについてですが、舘ひろしさんと嫁の幸子さんとの間で、不妊治療の噂はありますが、確実な証拠や証言などはありませんでした。これは結婚した当初、嫁の幸子さんはまだ若くて、33歳だったので、子供が十分持てる年齢なのに、子供がいないことから、世間が勝手に不妊治療をしないの?という思い込みから、噂が一人歩きした可能性が高いと思います。舘ひろしさんは嫁の幸子さんから、浮気を認められていると言います。幸子さんはかなり寛容な方で、序盤にも説明させてもらいましたが、浮気 OK な方のようです。僕みたいに結婚しながら、恋している状態が心地いいやつもいるでしょう。僕は、もういつも恋をしていないとダメなのです。だから、結婚してからも、ちゃんと恋をしています。妻の心が広いのかな?というより、それを認めることが、彼の女流の愛情表現なのかもしれません。こんなコメントを残しつつも、不倫や浮気といった話を聞いたことがないんですよね。舘さんみたいな人なら、何人も愛人がいても、不思議じゃないのですが、実際は、昔の石原軍団にいた。俳優はみんな浮気とか不倫とか、噂が出ない人が多いです。舘ひろしさんは早見優さんと、浮気の噂がありましたが、これは根拠がなく、デマだった可能性が高そうです。ただ、テレビ番組内で、口説いていたなんていう説も、あったようなので、真相が気になるところですね。どっちにしても幸子さんが、浮気を許容しているので、そこまで大きな問題にはならないと思います。2006年4月頃、芸能界を騒がせた衝撃の出来事があったと言われています。俳優の舘ひろしさんと、女優の早見優さんが、東京都内の高級ラブホテル、グランドパレスホテルで、密会中に起きた事件です。二人は当時独身同士でしたが、この出来事により、いくつもの疑惑が持ち上がりました。週刊実話やフライデーなどのゴシップ誌によると、舘ひろしさんと早見優さんは2006年、東京赤坂のラブホテル、グランドパレスホテルに入りました。二人はそこで、親密な行為に及んだそうですが、行為に早見優さんが突然痙攣を起こしてしまいます。舘ひろしさんは慌てて介抱しようとしましたが、早見優さんの痙攣が激しく、二人の体は切り離すことができない状態になってしまったと言われています。事態が収拾できず、仕方なく舘ひろしさんが119番通報。すぐに救急隊員が到着し、二人は下半身を毛布で覆い隠された状態で、病院へと搬送されました。しかし、当時東京には、ポートピア病院という病院はありません。搬送先は、おそらく都内の総合病院だったはずです。ゴシップ誌によれば、舘ひろしさんと早見優さんは、一時的に意識を失っていたため、病院到着後に、現場の状況を説明することができませんでした。その後、医師たちの手当てにより、無事に二人の体は切り離されたそうです。しかし、この出来事については、公的な記録が残っていないため、真相は定かではありません。ゴシップというより、都市伝説のような類の話でしょう。当時の目撃情報などから、噂が広まったようですが、画像などの決定的な証拠はありません。また、ポートピア病院は兵庫県神戸市にあり、都内で事件が起きたとされているため、東京からわざわざ兵庫まで運ばれたことになります。これは不自然です。さらに、
医学的にこのような症状が起きることは極めて稀だと指摘されています。一部ではこの事件の黒幕が俳優の神田正輝さんだという噂も流れました。速水優さんが話していた好きな男性のタイプが舘ひろしさんではなく神田正輝さんに当てはまっていたため、そのような憶測が生まれたようです。しかしこれらの噂にも根拠はありません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。